はい、皆さんおはようございます。これです。今日は、関西オープン100万大会来てます。まあ、最近試合で結構、まあ、セッタースコアで負けてることが本当に、ここ4試合ぐらい起きて、まあ、おそらく、まあ、この試合も絶対に競る試合になるんで、まあ、競った時に自分 そのやってきたことがどう出るかっていうのが、まあ、多分練習の成果だと思うんで、もう当たり前に簡単に勝てる試合はないんで、まあ、競って当たり前でそこでどういうプレーするかっていうのが本当に自分の中のテーマですし、そこを取り切るっていうのが多分僕の中のテーマなんで、そこ1個まずは、しっかり1回戦、今までやってきたことをトライできればいいかなと思って、まずは1個頑張りたいと思います。いきます。
Thank you.
Oh!
はい、ということで今試合終わりました。2日間に分けてちょっと行われたんですけど、6-7、6-3、6-1で一応勝つことできました。正直練習の成果っていうのは出せてないっていうのはもちろんあるんですけど、でも逆に出してたら多分勝てなかったっていうのも言えるっていうのがあって、本当だったらしっかり質の高いボール打って自分からポイント取りたいっていうのはもちろんあったんですけど、やっぱそのコート遅かったり後ろ広かったりとか、あと自分がどうしてもそういうプレーがここでは難しいって判断して、正直そういう練習してきたことを捨ててでもこのシーズンの1試合でとにかくまずは勝ちたかったっていうのが、ちょっと大きかったっていうのもあって、もちろん全然達成度で言えば本当にまだまだっていうのは分かってますよ。もちろんそんなのは言われなくても分かってるんですけど、ただその勝たなきゃ始まらないっていうのも事実であって、結果的にはまあ、勝ちにはつながったっていうことはまあ間違いない事実なんで、その練習してきたことを出す、またはその試合会場、また相手によってっていうのはさまざまやっぱり状況が違うんで、なかなかそんなうまくはできないっていうことをまあ今回学びました。まあ、でも明日も試合あるんで、とにかく目の前の1ポイントまずは取らないといけないんで、その練習してきたことができたから満足している場合でもないんで、明日も勝てるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。